お昼になりました。高田真です。今日は、ラーメン三等価、こちらを買ってみました。初めて食べます。これなんかめっちゃ売れたんだって。辛味噌味だから、これ担々麺系、これ担々麺系かね。まあ食ってみましょう。あと、93円のセブンのコロッケね、牛肉コロッケと、持参した白ご飯です。はい、でもちろんソースはかけてません、はい、よし、じゃあ本日も美味しくいただきます。高田久美です。こうちゃんです。わわわわ、声カスカスやな。クロちゃんか、それはね、クロちゃんですよ。クロちゃんです。わわわわってね、はい、同じ広島県ですからクロちゃんもね、うん、この特製香味油、はい、高田真言い過ぎてこうこうこうってからね、香味油を、香味油を入れます。まあ、今頃のこのカップラーメンって何でもこの香味油みたいなのついてますよね、うん、あーでもあめっちゃいい香り。昨日の動画コメントいただいたんですけどね、あの僕も豚骨苦手ですって、中華そばが好きですってコメントいただいたんですけど、僕も豚骨苦手です、はい。あのその方はね、あの獣の匂い、獣臭がちょっともう苦手でってね書かれてました。僕も全くその通りです。それが言いたかったのよ、あの獣臭ね、うん、でも長浜ラーメンめっちゃ好きなんですよ。うん、あこれもしっかり混ぜた方がいいかも。昨日ちょっと途中までね混ぜてなくて、下の方がね沈殿しとったんで。うん、全然こっちの方が好き僕は。要は担々麺ですね、担々麺、うん、色はこんな感じ。あの蒙古タンメン中本に比べたら全然辛くない、美味しく食べれて、やっぱ味噌の味が効いとんかな。うん、麺も非常にコシがあってね、うまいわ、これは売れるわ。白ご飯、キンキンに冷えた白ご飯、うん、うまい。うん、冷たいご飯とこの辛いあったかいスープが合う。これはうまいわ、うん、全然辛くない、むしろなんか味噌の方が強い気がするけど、うまいわこれ。昨日と全然テンションが違うでしょね。あのうまいまずいじゃなくて、昨日のは本当に苦手だった、苦手な味だった。俺まずいって思うことはないんですよ、うん、あ何これくそまずいじゃんみたいなことはないんですけど、ごくたまに苦手な香りとかね、味付けがあるね、うん、これは本当美味しいわ、僕好み。
うん、うまい。これスープも全部いけるわ。これうまい、ほんと。スープとご飯でいけるかもしれない。うん、ただね、この辛いの食ったら鼻水が出るよね、すごい。うわ、びっくりした。何びっくりした。ちょっとマナーにしとこう。何今の、スピーカーに繋がっとるんだよ、ブルートゥースが。誰こんなお昼時に LINE してくるの。めっちゃビビって今鼓膜破れるかと思った。うん、うん、麺の量も申し分ない。結構入っとる。うん、うん、汗が出てきた。汗がじわーっと。コロッケは安定のうまさ。うん、最高。やっちゃいましょうか、今日は、ね、ご飯がこんだけ余っとんで、ちょっとドボンします。うん、スプーンがいるな、これ。やっちゃいました。絶対うまい、これ。最初はちょっと崩さずに、あ、冷やご飯だけどね、なかなか崩れんよ。麺の残りカスと火薬とご飯がもうぐちゃ混ぜ。めっちゃうまい。うん、これほんと辛いの苦手な人でも美味しく食べれるんじゃない、これは。うん、口も全然ピリピリせんし、これはうまい。うん、めっちゃうまかった、これは。これは大満足、ほんま。うわあ、さあ、うまい飯食ったし、昼から頑張るか。今からまた手摘みですわ。今日朝一も手摘みね。今からまた手摘み。うん、お忙しいです。
はい、がっちり稼ぎます、うん、鼻風ももうどっか飛んでったわ、もうこんなもんは。はい、はい、じゃあ今日は、ラーメン三等価辛味噌味、あとコロッケね、はい、いただきました。とってもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。白髪生えてるでしょ、白髪が。どっかね、俺今育てようんですよ、白髪。